どうもこんにちは、ザワチャンネルです。先日ですね、僕東京の方に行きまして、モルテン、こちらのね、イベント、新商品、発表会にね、ちょっと、参加させていただきまして、隣にはね、福田城選手、NL ランニングクラブにね、プロ化の、宣言といいますかね、発表されましたけれども、福田城選手と、そしてその横にはね、佐藤悠基選手、こちらのね、2名の方に混ざってね、わけのわからない、陸上 YouTuber が同じ席をね、一堂に会するというとんでもないね、経験をさせていただいたんですけれども、福田選手はね、ずっとね、モルテン、飲まれてるみたいで。で、佐藤悠基選手も、最初からね、まだ全然、日本でモルテンっていうのが知られてない時からですね、自分で、リサーチして、海外の選手はちょっと飲んでたみたいなんですよ。それをちょっとなんか見て、何飲んでんだみたいなんで、リサーチして、もうそっから、モルテンユーザーになってしまったと。もしかしたらね、一番最初に日本でモルテンを使ったのが佐藤悠基選手だったのかもしれないっていうね、感じでもあるんですけれども、そしてね、今回のその新商品っていうのはこちらのね、ドリンクミックス320のカフェインが入ったタイプの液状のね、今粉なんですけれども、液状タイプ、水に溶かして飲むタイプの新商品が出たんですけれども、今までもうカフェインが入ってたってやつはゼリーですよね。ゼリータイプの分しかなかったんですけれども、こういった液体タイプも出たことによって、使用のね、用途の幅が広がると言いますか、佐藤悠基選手が言ってたんですけれども、やっぱり夏場にゼリーを飲むっていうのは、ちょっとね、やっぱり苦手だったと。で、冬場のゼリーは、普通に吸収っていうかね、摂取できるんですけれども、夏場にゼリーを吸収するっていうのが、ちょっと苦手で、回数を減らしたりとかね、してたらしいんですけれども、今回こういったね、液状タイプが出ることによって、そのストレスなく、レースの後半でもね、しっかりとこのカフェイン入りを、摂取、することができるんじゃないかなっていうふうにも、インタビューでね、佐藤悠基選手がおっしゃっておられましたんで、で、発表会の前にね、審査していただいたんですよ。こちらのモルテンの。以前の黒いやつですよね。カフェインが入っていないやつのタイプとちょっと飲み比べて、見て、これどっちがカフェインか分かりますかみたいなやつやったんですけれども、僕も含め、佐藤悠基選手、そして福田城選手もね、3人揃って間違えるというね、とんでもない、事態が、起こってしまったと。というのは裏を返せば、こちらのね、カフェイン入りの液体タイプが、そんなに味が変わらないと、いうことなんで、ちょっと本当ゼリータイプって味、コーヒー入ってるな、カフェイン入ってるなっていうイメージあったと思うんですけれども、本当これ従来の黒いタイプの分とね、違和感なく飲めるということのね、裏付けにもなりましたんで、ちょっとカフェイン苦手だったなっていう人も、これはしっかりと、抵抗なくね、いけるんじゃないかなというふうに、思います。ぜひね、モルテンの方でもこれ販売、開始されておりますんで、今からの駅伝シーズン、ぜひぜひね、こちらを、利用していただきたいなと。いうふうに、思います。でですね、やはりね、そういった、なかなかない機会に、僕も同席させていただいたということで、ちょっと佐藤悠基選手と僕、初めてお会いしたんですよ。で、初めてね、お話もさせていただいたんですけれども、やっぱりね、気になるじゃないですか。何回もね、インタビューで、佐藤悠基選手も、答えてたとは思うんですけれども、未だにね、破られていない、箱根駅伝1区の、大記録と。あの時本当どうやったんですかと、もう絶好調で臨んだんでしょうっていうふうに僕ちょっとお伺いしたんですよ、佐藤悠基選手。ほんならね、実はザワさん、あの日僕絶不調だったんですよ、言われたんですよ。そんなことあるんですかと。もうガンガンいつでもいけるぜいけるぜっていうね、感じていかないとあのタイム出ないでしょうっていうふうにね、僕言ったんですけれども、いや本当にもう絶不調で、もうスタート立った時に俺どうしようかなと、もうこれ助けつなげるかどうかわからないぜぐらいの、ほんと絶不調だったという感じだったらしいんですけれども、いざスタートしてみたら、大西選手かな、東洋大学の。ポンとちょっと2人が前に出るみたいな、感じになったらしいんですよね。でもほんとまだその時も調子が悪くて、出ちゃったな、どうしようかな、すぐ吸収されるかっていう感じだったらしいんですけれども、後ろが全然来なかった。吸収してね、来なかったらしいんですよね。確かに映像見たらね、2人がね、パーンと出ちゃったっていうね、感じだったというふうに分かると思うんですけれども。で、結局そのまま、そのペースがなんか、はまっちゃって、で、大西選手も
次第にね、まあ、遅れていって、まあ、気がつけば一人だったと。でもうそのペースにもうハマっちゃってたんで、もうこのまま行くしかないと、いうことでもう行っちゃったと。まあ、他人に合わせるよりも、まあ、絶不調だからもう一人で行った方がいいだろうと、いうことで、まあ、ああいう結果に、なってしまったと、いうふうにね、おっしゃられて。でも基本はやっぱ絶不調なんで、まあ、それがね、6号橋ですか、ちょっと痙攣を起こすというか足をね、気にする仕草あったと思うんですけれども、まあ、あれは当然の、想定内の佐藤悠基選手もね、結果というか状態だったと。でも6号橋ってまあ下りじゃないですか。で下り切ったところでなんか切り替えられたと、またリセットできたと。でそこで最後またね押していけたと、いうことで前人未到の、箱根駅伝1区、まあ、今年のね、2020の箱根駅伝も高速レースになりましたけれども、それでも佐藤悠基選手の単独走で叩き出したあの1区の記録っていうのは抜けなかった、わけですから、いや本当絶好調で走っていたら、どうなっていたのかなと。まあ、本人はやっぱ絶不調だからもしかしたら出た記録だったかもしれないっていうふうにね、おっしゃってられましたけれども、まあ、そこがやっぱりね、佐藤悠基選手らしさというかね、凄さなんじゃ、ないかなというふうに思います。いや下って切り替えたら気持ちも切り替わって、そしてタイムも切り替わったみたいなねこと普通ないじゃないですか。そこがねしっかりとね佐藤悠基選手切り替えられたということで、いやこの絶不調だったっていう情報って僕聞いたことがない。いや結構僕雑誌とかも読むんですけれども、あの一区の裏側っていうかそのタイムが出た時で当然本当絶好調絶好調で、言ってたと思いましたんで、まあ、それがねああいう風な絶不調の中で出したタイムだったっていうのはね、いや本当に駅伝ファン、の一人としてね、衝撃の、事実だったんじゃないかなと、いう風に、思います。いや本当にね楽しい、お話もさせていただきまして、一緒にね、ご飯もね、食べさせていただいたんですよね、モルテンさんのご厚意で。でそこでもいろんなお話聞けまして、まあ、その時に、佐藤悠基選手から聞き出したですね、佐藤悠基あるあるを、増田明美さんのね解説風にですね、ちょっと最後喋ってみたいなと、思います。はい、今ね構想を続けている、佐藤悠基さんなんですけれども、もともとはね、静岡県の静岡東中学校出身のね、方なんですよね。でこの静岡東っていうのは本当に海の近くでもういつも新鮮な魚を食されていたということで、今でもお寿司が大好きなんですよね。でもやはりここはスポーツマンらしく脂っこいものじゃなくて、まあサバとかねアジとかさっぱりした、そういったねお寿司を好まれているそうです。佐藤悠基選手がね大好きな、海を泳ぐ魚のようにこの駅伝もスイ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 最後まで泳いでいただきたいですよね。ありがとうございました。いや大ニュースですよ。12月にね山口県の萩市で行われる萩城下町マラソンに、まあ、元々ねゲストランナーも佐藤悠基選手バーン決まってたんですけれども、さらに加えて村沢選手もね、ゲストランナーとして萩に来られると、いうことで、まあ佐藤悠基選手はね、SGHA、佐川の方にね、もう決まっておりますけれども、村沢選手まだ分かってないじゃないですか。もしかしたら、萩、城下町ロードレースまでにはもうチームが決まってて、新しい、新ユニフォームのね、お披露目会に、佐藤悠基選手と一緒にね、なってもね、おかしくないんじゃないかなと。いうふうに思います。もう去年はね、上野雄一郎監督が、ゲストで来られて、まあ、立教大学もねジャージで走ってましたんで、まあ、それを考えたらかなり、今年の萩城下町マラソン激アツなんじゃないかなと、いうふうに思います。行ける方羨ましい。しっかりとね SNS で拡散、していただきたいなと思います。